矢原幹雄先生取材シリーズ、34人抜きなど数々の超人的逸話を持つ伝説の空手家矢原幹雄、そしてその空手スキルを生かして要人警護の会社を設立、伝説の経営者としても知られる矢原幹雄、人物像に迫るため作者は足しげく先生のもとへ通う。今回は3作目空手技術編。次は道場に招待しましょう。え？私たちの空手技術は剣術で言えば小手先のテクニックを組み合わせる北進一刀流ではない一撃必殺の薩摩次元流、そのあたりをお見せしましょう。圧縮と拡張についてもお見せします。さあ着きました。どうぞ。私の道場です。綺麗な道場ですね先生、矢原空手の真髄をお聞きしてよろしいですか？圧縮と拡張についても。一撃必殺。はい。矢原空手は一撃必殺の空手です。まず私たちの肉体がありますよね。その肉体を持っていかに強い力を出すか、それが一撃必殺の空手。ちょっと見せましょうか。大塚くん、ちょっと手伝って。3つご紹介しましょう。ああ、大塚くん、ちょっと下段払い構えて。私がついたら相手は攻撃を受けますね。この時にですね、腰を限界まで回すんです。くん！限界まで回すということはここにひねりの圧縮があるわけですね。我々はここを限界まで回してグンガン。普通の人は腰を限界まで圧縮せず普通の状態からつくでしょ、ポンと。我々は受けた瞬間限界までひねりの圧縮を加えます。グン。そしてグン。薩摩次元流。なるほど。次は膝の圧縮はですね、重心を後ろ足に圧縮するのですがね。はい。グン。ここで後ろ足のかかとに重心が来て圧縮が完了するのですが、悪い例を見せます。もしここで腰を平行に動かすとへっぴり腰になる。これでつくとほら弱いでしょ。ところが重心を前足7、後ろ足3に保った状態で後ろ足を屈伸すれば1くん。これなら突きの押す力が強い。こっちが逆にやられちゃいますね。でその時大事なのは足の角度。足の角度が外へ向かないこと。向くと押す力に弱い。そしてかかとが起きないこと。角度を変えないでかかとを浮かさないで屈伸するってことは、うん、これでもう限界なんですよね。圧縮の限界に達したということか。あとはもう、そしたらもうここの反発でね、うんうん、これが2つ目の膝の圧縮です。3つ目は膝の屈伸。腰の回転、脇腹の筋肉の回転の圧縮を使って一軍。するとここへひねりとためができるから、はい、軍。膝の屈伸、腰の回転、脇腹の筋肉の回転の圧縮ってね。だからよくなんとかブローって回転してやるじゃないですか。ああいう人たちの効かないんですよね、圧縮がないから。ああ、確かに俺が申し訳程度に出すバックブローなんてのは軽いのは当然だとしても、他の選手のバックブローもタイミングと遠心力で当たった時は倒れはするが、ガードの上から効くようなバックブローは見ない。我々の技は圧縮があるから、グングン。この3つの圧縮を使うから必ず体全体が動くんですね。でもね、そうすると遅いじゃないか、攻撃を当てる前にポンポンやられるじゃないかなんて言われますが、
確かにボクシングでもテレフォンパンチなんて言葉もある。当てるまでの小技は必要ではないか。関係ない。え？やられてもカツといく。そういう空手。肉を切らせて骨を切る。そういう空手。次元流。そうか。我々はあくまで武術空手を目指しています。路上で身を守らなくてはならなくなった時にブロック、ジャブジャブ、インロー、ワンツーミドルといった小技を使うかというとノーだ。攻撃を小さく受けるのではなく完全にかわしきる必要があるし、一撃で効果を与えないと。はい、打って。で、この時もね、簡単に見えるけども、これが半身になった時にね、これじゃあね、力がこっちに抜けちゃうんですね。ところが、この膝の角度、かかとの角度が変わらないで、はい、腰をひねる2、はい、これが圧縮、そしてこれがあるから、おお、すごい。見ての通り簡単じゃない。これができるまでに何年もかかる。我々の空手は三点力法、これをコアにしてます。関節の限界までの圧縮、筋肉の限界までのひねり、関節筋肉の融合した回転、限界まで圧縮したものを瞬間的に爆発させる。圧縮させたら相手にタメが見えちゃうじゃないかという意見もありますが、受けた瞬間に限界まで圧縮するのです。受けた時に圧縮を完了させておくのです。矢原先生は選手としての試合はどうでしたか？競技の空手って遠い間合いからピョンピョンピョンってやりますね。そういう人から見ると空手の方はナンセンスに思えるんじゃないでしょうか。昔の喧嘩に間合いはないですからね。そういうところで護身の技として空手の方の技は使われました。競技と沖縄由来の伝統的な空手の違いを考える場合、時代背景とかも考えた方がいいです。あの、空手協会分裂の経緯についてお聞きしていいですか？協会分裂の永久戦犯は私です。え？お世話になった先生が協会をクビになったのですが、本当に悪事をしてクビになったのか、派閥争いでクビになったのか、外部調査員も入れて裁判したんですよね。それを私が中心になってやりました。結果分裂につながりました。私は戦犯です。それが空手の道の立ち上げにつながったのですね。10年争いは続きました。そのうち協会で独裁も起きてきて、空手もスポーツ的になってきました。私は武術としての空手をやってるので、理念が違うので独立しました。最後に先生から今の空手を含めた武道や格闘技のファンに向けて伝えたいことはありますか？今の格闘技はエリオ・グレイシーなんかも好きですが、朝倉未来でしたっけ、あれ好きですね。おお、タイムリーな選手、意外です。なぜですか？あの方は表情を変えないんです。勝った時も負けた時も一喜一憂しない。喜んだりもせず落ち込んだりもせず、そこが好感持てます。あと菊野さん。おお、菊野さん、実際にお会いして漫画描きました。あの方は下がらないんですよね。なぜかというと全てがカウンターなんです。さすが達人。いや、達人だからこその着眼、気づいて当然か。一個一個全ての攻撃がカウンター、かっこいいです。あったら言っておいてください、ファンだと。わかりました。3回にわたって矢原先生からいろいろ教わった。技術編も自分自身が選手としても使える知識を得た。34人抜きも集団戦の勉強になった。高級ラウンジでは口説き方とプライベートビーチにワンチャン行けそうな。あ、おいや、一期一会といった人生哲学も学べた。
人はいつ死ぬかわからない。先生とも視聴者さんともみんな一期一会だ。今ここの付き合いに全力で取り組もう。そして引き続き今を大事にしていこう。